エミスイーン昭和9年11月3日は、岡山市生まれの小説家、翻訳家、編集者、冒険家、本名ただし校。文学作品を皮切りに、通俗小説、推理小説、冒険小説、探検記など多岐にわたる分野に作品を残し、権有者、博文館など数々の出版社で雑誌の編集発行に関わった。代表作に、小説、 女房殺し、地底団検機、随筆、事故中心、明治分断し、本案議局、政劇室は死郎など。江見正志向は、岡山の一番町一番屋敷に生まれた。父のエイブマースインが、幼少の頃死去。1881年、叔父の水原久夫の勧めで軍人を志して、上京したが、次第に文学に惹かれるようになり、15歳の時に、 軍人を諦める。明治18年、いとこの富田義則のもとに預けられ、東京英語学校に通いながら、杉浦重武の商工塾に入り、導入し、毎週雑誌を発刊する。19歳の時に、毎週雑誌に、水院邸孤児名義で掲載した、陰文、静野伏施屋の上官が、金辺貞太郎の推薦で、日本文芸雑誌に掲載され、 下巻は1887年に日本の女学に掲載され、以後同士に小説や新体詩を寄稿し、桜かな、驚く、かもめの連載がある。またこの頃、岩やさざ波が10区に入り知り合うようになり、1888年に小波と共に小崎紅葉を訪ねた。おじも、中高が作家として活動することを認める。この頃また川上美山、石橋市安。 石橋人月、広津龍郎らを知った。その後、小波の勧めで、県有者に属し、ガラクタ文庫し第3号に、教科一種が載せられ、新人社員推員定うがいとして紹介される。1889年に、岡山帰郷中に、ガラクタ文庫から解明した文庫に、旅絵師を発表し、本格的な文筆活動を始めた。公用の紹介で、 小説無人造史、新著創始史、その他の新聞、雑誌に、作品掲載、竹内慶州の紹介で、戸の花、小説総書に執筆。紅葉に四縮し、杉浦塾から牛込の紅葉宅の筋向かいに移る。また、県有者の雑誌、江戸紫では紅葉の助手、続いて発刊した、千士番校の事務として働いた。千士番校が、 読売新聞の文芸欄に移ると、岩谷さざ波、川上美山、石橋志安と共に社友となって、読売の四天皇と呼ばれ、読売、中央新聞などに作品を執筆。この頃の文体は、画族折衷文で、多作家と非難されることもあった。1892年に、都会的な作品中心の権有者に飽き足らず、降水者を起こし、天然描写にも重きを置く、 小桜館を発刊。これは、水院自身の他に、当時親しかった、田山家帯、玉名堂、高瀬文園などの作品を掲載したが、5号で、廃刊となった。日清戦争の始まった1894年に、博文館が精神画法を刊行すると編集長となるが、2号で、廃刊。同年、中央新聞に誘われて、入社、軍事小説。 伝光石火を執筆して人気を得た。ロマン的に始まった作風もこの頃から広がりを見せ、脚本も書くようになり、特に芸術家の苦悩を描いた作品を数多く世に出した。さらに通俗的な作品も書くようになり、また川上美山とともに高瀬文苑の影響を受けて、社会小説的要素もあって、原文一致体による女房殺しは好評を博して、 悲惨小説の傑作と呼ばれ、内田路安に、微山の大敗とともに、権有者所斎資金業の葬壁と称された。その他、新板古曲、旅役者、泥水清水といった作品を発表し最盛期を迎え、多くの単行本が出版された。1896年に住まいを勝たに移り、土塔案と称する。また、読売新聞に移って、 作品を発表するが、一方では、生活が乱れ、1897年に、退社、1898年に、神戸新聞社に記者として、転職、さらに1890年に、博文館、1907年には、26新聞と、職を転々とした。しかしそうした中でも、1903年には、欧州公演から記帳した、川上をとじろうに口説き落とされ、 シェイクスピアのオセロー、本案、聖劇室は白。脚本作家を重視する川上がこの時闇に、支払ったのは千円という当時としては、目が飛び出るほどの大金で、大きな話題となった。その後は、考古学的な探検に興味を移し、朝日新聞の水谷玄花と交際するようになる。玄花の最終品を見たのをきっかけに、各地の貝塚や遺跡を発掘して出土品を、 収集する趣味が始まる。その調査、研究の成果が、地底探検機、探検実機地中の秘密、日本の先住民を転ぼっくるとする、坪井正五郎の説に基づいた、空想冒険小説、考古小説3000年前などの発刊につながっている。また、趣味を同じくする者との共同研究による太古遺跡研究会を組織し、 太古遺物陳列書を自宅の庭に作っている。また、日原省入道探検や、都学士さん、富士山などの雪中登山も行う傍ら、太平洋、少年世界、探検世界各種の出筆も務め、自身の行った探検の成果を発表していった。その一方で、自伝的随筆、自己中心、明治分壇史は、明治期の文人の生活の様子を克明に記し、 文学史の資料としても貴重である。晩年は公演などのために各地を回り、その旅の記録は水ン,ンギャ全集に詳しい。1934年11月3日、旅行先の松山市の旅館で急性肺炎のため隠しした。日本の相撲を国技と呼ぶのは、水院が給料国,国技館の開会式の案内文に相撲は 日本の国技なりと記載したことにヒントを得て国技館と命名されたことがきっかけとされている。ありがとうございます。